始まりました。ザ・ノイジーズ。おとぎすの私、北山智之と。秋小林です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回は懐かしい映画というか、まあ、傑作語ろうということで、リドリー・スコット監督のテルマ&ルイーズの話をしよう。いやー、アカデミーとか撮ってても見ないもんですね。いやー、そりゃそうですよ。だからアカデミー賞作品みたいなんで、こうほら、結構、幅になってやってくれてるじゃないですか、今、サブスクとかやと。それでもクリックしないもんですからね。で、人の評価見て、どうなんかな、小杉さんこれどうなんですかねみたいな感じで、ひゅーひゅーって送ってたら、テルマ&ルイーズ、いいんじゃないですかって。4K のね、リバイバル上映も、あれ、あるのかな、あったのかな、まあ、まあ、ちょっと今タイムリーはタイムリーなんですね。そう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 。うん、そうなんですよ。じゃあ見ていいんじゃないって言われたんで、はいっつって。はい。で、見てみたわけですよ。したら、面白い。非常に面白い。もう、これ、ね、あ、なんか、ハーベー描いてるって、あんまり家が出てないよねとか言ってた昔の僕に、ちょっと、おいって言いたいですよ、ね。いやいや、何言ってバットルルテなんとか最高じゃないですか、なんか。いやいや、だから、数本しかないやろ、みたいな中に、テルマ&ルイーズを入れてあげてなかったことを僕はちょっと、すいませんって感じですよ。ハーベいいの出てるやん、つって。ね。まあ、これも、ハーベ書いてるの映画ではないですからね。まあ、そういう意味ではね。ただ、やっぱね、まあ、もともとメインっていうよりはね、やっぱこういうポジションの、が一番強みの方ですから。そうそう。ハーベ書いてるの本来の位置でいらっしゃるっていう感じですよね。そう。だけどそこにやっぱいないと、やっぱこの面白さって出てこないところありますからね。いらっしゃらないと、こういう方が。そう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 。うん、だから、その、テルマとルイーズが もちろん主人公ですから、それがいないと、まあね、このハーベも生きてこないわけですけど。いや、しかしあれですね。その、絶妙というか、話的にはやっぱりちょっと陰惨というか暗い部分あるじゃないですか。そうですね。まあ、ちょっともうテルマとルイーズのちょっと時間が経っちゃったんで、どっちがあれでってちょっと分かりにくくなってきましたけど、テルマの方がどっちかっていうとその旦那さんにね、普段からモラルハラスメントというか、お前はできねえやつだな、みたいに言われてて、なんとか主婦はやってるんやけど、みたいな人物ですよね。で、もう一個、ルイーズっていうのはまあ、ウェイトレスでいいんですか？表現としては。をやりながらこう働いてるんですけど、まあ、ジミーっていうね、恋人がいて、でもなんかちょっと、つかず離れずみたいな関係でいて。で、この二人がちょっと、ね、避暑地みたいなところに旅行を計画してて、でも、実はまだ、旦那には言ってないの、つって。ええー、みたいな。でも、もう出て、行ってやったわ、出てきてやったわ、みたいな。書き置きして、つって。ハーベイもそうですけど、これは、マイケル・マドセンでしたっけ？はい。もう完全にレザブアコンビですからね、これ出てくる。そうですね。だから、出てきた時にちょっとプーってなるんですけど、関係がね、ちょっと違う風に。まあ、どっちかっていうと、なんか、このあれですよね、ハーベイとマドセンの2人が凶悪コンビで暴れ回る方が理にかなってますから、ね。でも、どっちもいいやつじゃないですか、今回。そうそう、顔がこうなんだけどいいやつ、ね。そう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 。だから、そのルイーズの恋人の、マドセンも、ね、もう何も言わずに金を、つって。ね、用意してくれないのかなと思ったら、現地までね、スイッて現れて、どういうことか説明してくれって。金が欲しいわけじゃないって。いやー、いい恋人ですよね。そうですね。僕はどうしても窓線目線で、窓線のあの、面構えで見ますから、急にこいつペシッとなりそうじゃないですか。まあそうですね。もうタバコは、ここに挟んで、こうやって吸うタイプでしょ。そうそう。何やったら急に銃とかしちゃってやりそうじゃないですか。じゃって。まあね、俺たちはなんかこのね、適当にやり逃げするブラッド・ピットにすらなれないですから、俺たちはなんかね。ブラッド・ピット最高ですよね。これが後にあれでしょ、カリフォルニアになるわけでしょ、なんかこれ。ああ、なるんでしょうね。このギャング中をみんな流行らせたこと。そう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 。いや、このブラッド・ピットは、最高ですね、本当に。
一番印象に残る俳優になるなと思いますね。いや、これだったら、ちょっとやっぱもうこういうね、あのジーナ・デイビスやってるテルマの方でしたっけ、はいはいはい、あのもうハイになっちゃってるじゃないですか。なってます。まあ火遊びしちゃうよね、こんな若者いたら。かっこいいっすもん。でこうなんかこんなこと言うのもなんやけど気になって仕方ねえんだって言ってきたらうふふってなりますよね。なりますよ。かっこいい、ね、こんなね思わせぶりで出てきておいてお金をね持ち逃げしてとんずらですからね。このでまた何普段何やってんのって言ったらね、俺はもう実はこう犯罪者なんだって軽くカミングアウトするところも信用しちゃうところですよね。いやで銀行強盗やってる、で銀行強盗じゃない、まあそういう強盗やってるっつって、で強盗の手口どうやるのっつったら、いやもう何騒ぐのとかやめようっつって、もう売っちゃうからねって言って言ったら、もう差し出してくれるよ、もう軽くできますよ、はいありがとうっつって、できるからみたいなでね言って、ってそのやり方でっていうやつをもうすぐにあのテルマはあの実践に移しますからね。そう、うん、私もできちゃったわ。だあのあれですよね、彼女の隠れた才能が発掘される映画でもありますから。実はすごかったみたいなね。主婦とかあの旦那さんとの生活は無理だったんだけど、うん、まあ少なくともこの映画の中で犯罪者の才能は一個あったみたいな。なんかそうですね。まあでもほらあの飲み屋で引っ掛けてくる男いるじゃないですか、最初の。うん、なんかあれはでもね、あの人目線で考えたら。なんかうふふぐじゅってやってきて、あんな酔っ払っていい感じで来てたら、ちょっと涼しいとこ行こうかってついてきてくれたらその気なんかなって思いますよね。まあ、うん、まああれですよね、コブラ界の目線を変えた時のあれですよね。お前どんだけお前があんな俺に対してひどいことしたらジョニーが怒るじゃん。なんか。そう、怒りますよね。いい感じのところになんかいきなり来て取ってって。うんうん、で、あの、肝心の試合でお前勝ち、なんか、あそこで決めて、お前のせいで俺の人生めちゃくちゃだよってところから始まるじゃないですか。そう。うん、いや、もっと言うと、その、今、コブラ界のなんかファイナルシーズンみたいなの始まりましたけど、僕まだ2話までしか見てないですけど、その、大先生いるじゃないですか。うん、元々のコブラ界ね、総帥の先生。先生から見ると、もうジョニー、っていうのがもう天敵なんですよね。だから洞窟でなんかあの俺は先生の言う通りやったのにさ、先生がダメだからって言ってうわーってなるわけじゃないですか。ちょっと ねあのなんかあれですよね、帝国の逆襲が入りすぎだよね、あのあたりはね。あれだからね、あれあの基本的にあのコブラ界を作ってる人だって映画見すぎ。最近のクリエイターがやっぱあのデジタルの世界になってちょっと見すぎだよね、みんなね。いや、うますぎ。もうやり方が。だからもうあの、まず僕ちょっとあの、コブラ界に突っ込み入れるとしたら空撮2秒ですからね。いい、もう今やドローンの時代やから、わかりますよ。もう全然空撮に興味ないの。うん、もう2秒ですもん。うん、そう。終わりみたいな。あれもすごいなと思うし、あと、あの、仲違いしてる奴らの収束早すぎ。もう。まあちょっとね、まあまあ、それはまず別の機会にまたね、ちゃんと語りたいですけど。だから、この、テルマ&リーザンってもうやっぱり、その、ずっとやっぱり自分の中で鬱積してるもの、特にその、ルイーズの、ね、その、まあこういう、ね、そこのニューメキシコの話はしたくない、みたいな。うん、うん、みたいなやつっていうのはもうやっぱりなんかずーっとこの子の中にあって、それはもうどうしてもごめん話せないわ、もう友達だってもそれだけは言わんといてくれ、違うルートで行きたいみたいな、そういうのってなんか生っぽさやっぱり感じるんですよね、うん、これの映画のためにドラマ作りましたっていう感じじゃなくて、実際嫌な目にあったらそうなんやろうなって、だからそれ分かるよっていうのがこのハーベイじゃないですか。そうですね、うん、君たちはそんなまだまだやり直し聞くんだって。うん。みんなちょっと待てと。凶悪犯に仕立て上げるのはやめろって。それをなんとか止めに行こうとするんですけどね。うん。でも、テルマとルイーズはもうどん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 爆心していきますから。うん。いや、もう新しい世界を知っちゃいましたからね。まあ、もっと言うと、その、いわゆるその、あれですよね。フォーリングダウンモードに入りましたからね。うん。もう当たらない。かすらない。もう、無敵。何をやってももう、
思った通りにことが進んじゃいますんで、犯罪方向でね。うん、すごくない私たちみたいなね、感じになっちゃって。で、もう最後はもう、とんでもない、ね、ことになりますから、決死の。うん。まあなんか、それとてなんか美しく映るようにね、やっぱさすがリドリー・スコットだなと思いますけど、なんか、脚本は多分ね、もっと締めっぽいと思うんですよ。うん。うん。なんか、リドリーがこう、うまくそれを持ってったなっていう感じはしますよね。映像の美しさというか、この演技の良さというか、うん、みんなの良さっていうのをこう、うまーく引き出して、ともすればなんか暗くて、寂しい、いいことないな、みたいな、人生っていいことないじゃんって、結局でも犯罪者じゃん、みたいな感じのところにこう、僕らを置いていかないというか、うん、なんか爽快感すら感じる。うん。みんなを手玉に取っていくことの楽しさっていうか、ブラッド・ピットにすらなんか爽快さを感じますよね。うん。ええー、って言って、なんか、もうお前のせいであの女は犯罪者にやったやぞって言われた時のあのブラッド・ピットの、俺はすまねえっていう。わかっただろう。だ、ほんまのこと言え。この金はどっから手に入れたんやってね。ガッって言ったら、あ、すまねえことしたなっていうね。ああいうところにすらそう。そう、うん、演技と若さ、若いから、見た目が若いからもあるんですけど、チャラいとこが最高なんですよね。チャラいっすね。だけどね、いいんで、そこバッチリなんですよ、とかね。バッチリ。バッチリやし、もうあの裸がパーって出てきた時の筋肉の美しさですよね。若さっていう。あれはね。いや、もうそれテンション高くなったら、やっちゃいますって、それは。やっちゃいます。で、また、それに対して、その、テルマも、すっごい良かったって、男性って、ああいうことあるのみたいなで、次の日の朝にもテンション高く言うじゃないですか。あれが、もう今までと全然違かったわ、っていうの言った時に、うふふってなった後で、え、お金はっていう。まさかそんなことしないなと思ったらね。彼は今シャワー浴びてるわ、つって。いや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 、って、あんた預けたよね、って。いいね、なんかあのブラッド・ピットの若者がバタンって扉が閉まった後に何したか絵が浮かぶもんだね。浮かぶ。すぐピキッと止めて、なんかもう体もあんま拭かないでバーンってで濡れたまま着てるうちにシャツが吸ってくるみたいなね。そうそうそう。バーン逃げるみたいな感じなんだね。何でも喋っちゃったんでしょうね。金持ってることも言っちゃったんでしょうね。まあね、いやいいですよね。あ、まあ、あね、まあ、フォーリングダウンは本当にちょっとまあ申し訳ないけど、なんか男性目線的なところが強すぎるじゃないですか。強い強い強い。これはやっぱ今本当にあの普通に SNS 見てるだけでもなんかストレスが溜まるじゃないですか。うん。だからまあ昔より余計なんか男性女性思うところがあるんじゃないですか、これは。ああ、あると思いますね。あとはまあこのテルマとルイーズのやっぱ支配の、なんか支配力のこうやってね、どん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 変わっていくとこも面白いですね。ああ、面白いですよね。いや、あの、最初のとルイーズがこうやって、もう、だからあんた騙されるんだみたいなこと言ってると、急にこうやって、テルマがテンション乗り始めると、なんか、そういう人が引きずられるような感じになっていくところ。うん。うん、そこが面白いですね、これは。まあ、あと最終的にやっぱり、まあ、ちょっと物議かもしましたけど、二人のね、その、キスシーンというか、うん。うん。そういうのを超えたところでの好きみたいなね、ところっていうのが、まあ、当時としても斬新やし、かっこいいなと思いますね。その映像美としてね、うん、特に僕は思いますね。この、うん、今の方が、まあ、まあ、正直言ってうるさい人も増えてきてるんで、そこのね、女性同士のと、まあ、男性同士でもいいんですけど、まあ、そこら辺も、なんかやっぱ、扱ってるテーマがやっぱ、なんか、まあ、これは偶然というか、今だなって感じしますよね。あ、今だなって感じしますね。で、別にスター・ウォーズのなんか、そういうことをすることが、そういう性別を超えた愛を描くことが今正しいからってキスさせる感じじゃないところじゃないですね。これはもう気持ちが高まって唯一無二の存在になったから、しかも周りがみんな敵になってきますから、うん、どん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 追い詰められてって、そこの高まりがねやっぱ面白いし、あとやっぱ俺たちに遊ばないみたいな、ああいう悲劇でもないですし、終わるところ。ああ、そうですね。悲劇なんですけど、うん、あれが実際落ちた後見たらね。うん、だそこの夢見る感じもね、なんか綺麗な、明日に向かって打って、あっちの感じですよね、終わりが、ね。ああ、そっちですよね。うん。なんかちょっとでも僕はなんか、途中の爽快さはスカーフェイスにもちょっと似たとこありますね。うん、もう。スカーフェイスは、
爽快では全編ないですよ。いやでもジョー・モンターナのところはすごいですよ。ジョー・モンターナ。モンターナ。あのね、もうなんか隙があればチェーンソーとかね、斧で手足を断ち切るような映画なんで、あ、ダメですってあれだ。一緒に並べちゃう。バナナボートに乗ってきたあいつらみたいな。そうだ。いいじゃないですか。いやでもなんかね、映画の系譜的にはそういう爽快さも感じます、ね。そこはやっぱり女性2人ってところって、やっぱなんか犯罪映画っていうところじゃなくて、なんかもうあの、うん、やたらと自分のことを支配したがる人間に対して、そう思う、うん、そう感じてる人の映画っていうところがいいですよね。そうですね。本当本当。何回つけてこのクソみたいな旦那がもうなんか奥さんのことを支配しようとするところとか、うん、本当にストレスじゃないですか。うん、そこまでいかないですね。本当にね。いやそこね、本当になんかちょっとその、うん、自分たち、まあこれがね、全部なんか自分たちのやりたいことやればいいんだっていうことをいうふうに捉えちゃう人が今、うん、現代いる今の方がやばいんですけど、まあだけど、まあ、そうやって自分っていうものを解放してしまったことを覚えてしまったら、うん、もう世の中にはいられない、うん、あと、うん、そこら辺がやっぱあの最後のところが、まあ、フォーリングダウンもそうかもしれないけど、まあ、キングコングだったりとか、うん、あ、キングコングね、なんかあとじゃあ20日ネズミと人間って映画があるんですけど、なんかあそこら辺も感じますよね、はい、まあ、悪いことじゃなくて自分はこうだからってことをやったせいで巡り合いが悪くて、どん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 悲劇が起こっちゃって、周りからあいつら化け物だみたいな感じで追い詰める、うん、だから結構だからこうやって改めてこの見直すと、うん、本当になんか古今東西とかもう本当に昔の映画からのなんかいいとこ結構これ全部詰まってるなって感じがしました、ね、そうそうね、うん、なんかリドリー・スコットやっぱりすごいなと思いますね。いやまとめ上げ力というか、いすごいですよ、ね、なんか多分性格悪いと思いますけど、リドリー・スコットさん本人は。監督としてはやっぱり、クリント・イーストウッドよりはやっぱ、すごいと思います。なんかね、自分がっていうことに関して言っちゃうと。あ、なるほどね。イーストウッドは仲間たちがいて、うん、わーって撮ろうよ、みたいな感じで。あ、そんな感じしますもんね。俺がいることによってみんなチームとしてまとまってる監督だと思うんですよ。と思う、思う、思う。やっぱリドリーは、ね、まあもちろん徹夜してやることはないんですけど、なんか若い像が変なことすると待てっつって言って誰がトップか分かってるのお前、なんかやりそうな感じの性格の悪さ感じるじゃないですか、リードは。勝手なこと言ってますけどそうなのかもしれないですね。なんかそこのなんかそのある意味クリエイターとしてのエゴが感じるところが俺魅力的ですよ。はいはいはい、はい、しかもあの年になってもそうですよね。エゴは感じますね。なんかほらだからその途中の男のなんかこうちょっとやるシーンみたいなのあるじゃないですか。お前なんかいいからこうキスをこうやってやろうこの野郎舞台がみたいな感じでガーってやろうとするみたいなシーンの時とかのそのなんかカメラの寄せ、うん、なんかこのシーンこんなに頑張らんで撮らなくていいじゃないって思うんですけど、あれは多分ね若者たちがちょっと監督そう印鑑すぎるシーンやからもうちょっととかっていうのはうるっすっていう感じですよ。スタートっつってガーってカーンってやってそうですからね。怖ーって。怖ね。うん、本当に。いや感じます。うん、まあまあ、ね、これはでも、本当、今に、なんか、ね、今の映画の感じしますよね。いや、しましたね。しましたね。これが多分もうちょっと前に見直したら、うん、まあまあ、いい映画だけどみたいな感じだったかもしれない。うん、SNS がここまで発達する前の時にもう一回見たら。そうですね。でもなんか逆に今の SNS 世代やからこそ、こういう時代やからこそ、なんかこの映画の、なんか、良さっていうか、うん、すごいなって。今ともちょっと、あざとく感じちゃう部分、出てきちゃうと思うんです、演出上でね。それが、なんか、全体的に感じさせなくさしているというか、その時代にこれを撮ってるっていうのもね。今はね、ちょっと理解が深すぎるか、気にしすぎですからね。あ、うん、まあまあ、むしろね。それでやっぱりちょっとなんか作為的なものを感じてしまうんで、特にね、こういう、なんか、自分のらしさの解放というか、うん、なんかあるがままにみたいなことを歌に乗せられて離婚しましたみたいなことがね、それもちょっと前の話ですけど、はいはい、そういう人たちがいる時代ですからね。うん。うん、ね、まあこれはそんだけ余裕がないのかな今はね。あ、そうですね。お金が特に日本はね、うん。これはやっぱもう映画は旅して戻ってくる魅力ですから。あの皆さん戻ってきてくださいちゃんとね。うん。うん、ね、一瞬そこに楽しんでまた現実世界に戻ってくる。そう戻ってくる。
それをしなきゃいないと、うん、本当にこのまま崖からダイブするしかなくなっちゃいますね。だからね、そうですね。まあ、そうですね。あくまでお話としての。まあ、でもなんか中に学ぶべきこともあるんでしょうけども。まあ、そう、うん、なんかちょっとヒントになるぐらいの感じで。うん、まあ、できないんだけど、まあ、あるよね、こういう考え方みたいな感じね。そうですね。うん、まあ、はい、良いと思います。はい。ということで、どうもパッキーさん、ありがとうございました。ありがとうございました。